というわけで、つばさチャンネルの新田つばさです。よろしくお願いいたします。お化け屋敷ゲームをアップロードいたしまして、はい、あれ1時間もね、はい、みんなどうやって見たのかなあれ。まあまあね、あの最後だけ飲む、まあ、僕はあの見れるんで大体どんな感じで、うんうん、まあ、そんなみんなちゃんと見てないですよ、うん、それはまあそうだと。僕はちゃんと見ましたよ1時間。あ、そうですか。僕も見ましたけど、やかましいのは変わらなかった。あ、そうですか。じゃあもっと質感しますか。いや、おしとやかにいきましょうね。そうまあカメラ拾わなくなっちゃう、うん、とはいえですよ、まあ結局その3連単ということで、うん、結果的には僕、うん、スタッフさん、ゆうかみろさんという順位で、うん、はいはい、まあ、あの相変わらずというか、まあ、これはそもそも3連単だったんで、まあ、まあでも難しい。なんだろう、パッと僕が見た感じはゆかめろさんが売れてるなって感じ。そうですね、ゆかめろさん1位が多かったかなっていう、うん、僕は意外となんか今回は2番目に収まってるイメージで、やっぱり不人気なのは翼くんだったのねまあでもここがね、あの不人気馬がいったからこそ今回勝率低いですよ、うん、そうですね。ですね、ただこれどうするっていうところがありまして、はあはあ、純粋に確実に大丈夫なのが、うん、1、2、3、4名、はいはい、4名この方たちは当てて、うん、なおかつ、締め切りを僕日曜日にしてたんですが、はいはいはい、締め切り入れてくれたんですよ、うん、3名さんがちょっと締め切りを過ぎて、うん、動画出る前だったんで答えは、うん、3名が、はい、答えは見てないんですけど、うん、そのまま僕が設定した締め切りには、うん、取ってなく入ってきてた、はい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 、この方を入れるかどうかっていう、うん、これね、だから本当に何だろう、ちゃんと前回の動画を見てくれてれば締め切り日は分かったってことでしょ、うん、そうです、その最後に全部書いてますんで、うんうんうん、まあ僕は確かにそのツイートで、うん、あの今日までですみたいなことはしなかったんですけど、まあ、うん、っていう、まあだから今後はね、この募集する時も締め切り日もきちっと入れるツイートをして、うん、であとやっぱりその締め切り日にあのこの段階で締め切りますっていうのもツイートするっていう方が一番ね、ま、まあ、ただできれば本当はちゃんとね動画を見てくれる、ね、いやそうです、まあ、だから正直、うんうん、まあまあね、あの細かいことだからあれですけど、うん、リツイーターですか。いや、まあ、あのタクトの方もいます。あそうです、しっかりしてくれよこれ。誰かが知らないけど、まあ、あのお名前出しませんけども、うん、まあ、出るんですけど、そのまあ誰か誰と言いませんが、まあまあじゃあいいですよ。とにかくその3名は今回だけは多めに見て、はい、じゃあこれだから正規の的中者はふざけんじゃねえよとか今言うかなと思ってますよこれ、うん、まあそれを含めて、全部で何人ですか。現状7人で、ただもう一人当てたって言って、はいはい、あの動画が出た後に、あ、それダメこれはね、ズーズーしすぎる。わかんないですけど、でもこれね、なんだろう、まあもちろん本当に動画が出てることを知らないで、はい、締め切り日も知らないで書いてくれてるんだと思うけど、うん、ワンチャン見逃されんじゃねえかなっていう、うん、翼くんバカだからここら辺見てないかもって答え見てからやってる。ありえる可能性。これダメ。まあ、ゆかめろさんのことゆかめれさんだかみたいな。あ、まあ、それダメ。そこ噛んじゃダメ。その方はさすが除外しまして、ね、はい、うん、じゃあこれタクトの人じゃないでしょ。それは違います。これタクトの人だったらもうねダメですもん、このデキンコの人。まあ無事にと。はいはい、で7人です。うん、もうお名前も読み替えますとですね、はいはい、志賀太郎さん、ほうほう、みーさん、うん、にゃんころさん、にゃんころさん、はい、でチヌークさん、そしてあの N キャットさん、ほうほうほう、で調子クルーニーさん、ほうほうほう、で、プチさん、うん、これ調子クルーニーさんってこれリツイーターなんだけど、はい、すごくねお名前がね頭に残る、インパクトに残るってなる、ね、この調子クルーニー DM で来ましたから、ああもうこれは人間です、これ。そうですね、あのロボット、全然ロボットではないという、うん、なのでこの7名さんは7分の1でお願いします、はいはいはい、で番号はもう 今の順番なんですか。まあ、7人なんで、まあ、この順番通りでいいですかね、うん、あ、いいですよ、はい、うん、7でお願いします。 A4 がまた1人ってかも。そうですよ、あの前回当たった人で猫さん。そうですよ、猫さん、ねじ込ん、ただね、まあ、6分の1で1人でしょ、はい、7分の1です。7分の1か、はい、あ、違う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 、6分の1ってこの抽選率だよ、あの3連単の確率。ああ、そうですね、はいはいはい、意外と、うん、外したなって。だからやっぱり、まあ、翼くん1着が、ね、不人気だったっていうことですよ。いや、まあね、いろんな意味はあると思いますけども、うん、まあとはいえですよ。じゃあ7に設定すればいいですね。そうです、7でお願いします、うん、じゃあまあとりあえず7と。でまあ今回すと、これは一応あのタクトの方が、うん、この、まあ、あの前の N キャットさん、うん、とプチさんも、タクトの方です。ほうほう。であとの方は、まあ、あのなんだ検証赤と言いますか、ほうほうほう、っていう感じだと僕は思ってますね、うんうんうん、まあ、ちょっとあの細かく見えてないのはあるんですけど、うん、ちゃんとざっと確認した感じがという感じです、はいはい、まあどこに当たるかこれずっと回してますから、ね、また A4 だ。でも今回7でしょ、前回だって4とかね、相当あれだったんで、今回サイコロよりもね、あの当たる確率は低いっていう、はいはいはい、まあ、7分の1だから。そうです、まあちょっとこのガチャより確率がね、ガチャの1よりちょっと確率が落ちるちょいぐらいじゃないですか。はいはい、ハイスト来ましたですか。5番猫さん、 N キャットさんです。なんでこれ
これやり直し、やり直します、やり直しますか、マジでおかしい、なんなんこれ、ちょ、これね、もういい加減ちょっと疑われてきます、これ。まあだって、まあ、A4 が何回っていうのもありますし、キャットさん2回目ですか。2連覇は初めてでしょ。2連覇は初めて、その回数を置いてのあれはありますけど、なんでこれ A4 ばっか当たってるのこれっていうか、これがね、すごい苦渋だよね。いや、まあ、あのギルド全体で通すと、そうですね、何が起きて、まあ今回だってダンマンダもチームリボンもいないからね、敵中の中で、ね、そう、敵中じゃ、まあだからここそもそも当ててるのもすごいんですけど、そうそう、ここを当てて、なおかつ今7分の、だから6分の1、7分の1ってクリアしたわ。かいくぐってきました。すげえ。なんかでも僕この猫さんってこの間ちょっとツイッターとか見たんだけど、はいはいはい、まあ、どういう人か全然年齢とかもわかんないんだけど、なんかお勉強してますね、この人はね。なんか、まあ、学生なのかなってちょっと一見思う。どんな方からですか、まあ、とても僕もやりくりして、まあ、ちょっとそういう情報も今度ね、はい、パファンティーから得なきゃ、ね、まあこんな個人情報買ってんじゃないですか。そうそう、これ問題になるんだから、それやったら、そうそう、それちょっとこっそり、まあ、本人に聞けた話ですけどね、当ててんだから握らしてんだからね、一切この研修であの他の人の情報を抜くことはないんだから、一方的に送ってますんでね、ご安心くださいとか。いやー、でもこれはちょっとね、はい、びっくりしちゃう。でもなんかここまで来るともう驚きもないですよ、うん、驚きもないし、何なんだろう、だからもう複雑な気持ち、うん、ね、別になんか順番つけてるの翼くんじゃん。そうですね、はい、僕がボタン押してるじゃん、はい、ます、はい、うん、だから別に最初からねどうこうっていうのほとんどないし、はい、まあ、今だからこうやって少ないから名前読み上げる、まあね、はい、いつもはあのガーってだけ読んでますけど、いつもはもうね適当にシャッフル、あの番号を僕が振ったものを僕が止めてるだけでしょ、はい、いや何なんですか、本当に別にいいんですよ、いいんだけど驚きだよね、ちょっとね、なんかね、でも慣れてくるんですかねこれね、もうね、にしてもこのなんだ引き込まれちゃうのね、そこの FO の数字にね。そうですね、まあこれつけてんの別にね、あの作為的なもんじゃないですか。まあでもこれ実際あれでしょ、猫さんはちゃんと期限内に回答してくれたからでしょ。あ、そうです、なんで、ああ、それに関してはそれは良かったんじゃないか。Nキャットさんは普通にやってる。ああ、だから Nキャットさん的には本当はね、だから本来は 4人だった。そうですね、だからそういう見方をするんであればですよ、うん、2個ずれるんで当選者なしになります。あ、まあ5がないからないですということですけど、例えば4分の1だったのを7分の1になってなおかつクリアしたっていうのはすごい強運です、まあ、はい、まあそうですね、まあなんでこれはまたあの改めて明日上がると思うんで、うん、ちょっと明日またね撮影とかあるんで、そうですね、翼くんなんかね珍しく連続、うん、連続で撮影で眠い。まあまあそれはね若いんだから、はい、そこら辺はもうね、まあ、頑張りましょうね、はい、まあ、まあ何してもあれですよ、まあ、この後も本当に深夜ウーバーやるしかないぐらいね。明日もあるんですよ。そうそう、ちょっとじゃ、なんでまああとね、はい、もう今ちょっと見たら1160になってたんで、そうですね、はい、まあ、もなくですよ1200は、はい、なんでそちらもちょっとね、はい、楽しみにしてもらって、ということです、まあ、ぜひちょっとこれは AFO の牙城を崩してくんないと、このチームリボンでも何番なんでも、まあ、そうですね、ちょっと、ね、まあ、200人記念に関してはそのランダムっていうか何ですか、うん、そのクイズ答える人がないんで、ああそうですね、大丈夫ですけど、まあとにかくありがとうございました、はい、ということでまた次回お願いいたします、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。